ッツバシタモ。いや、この弓なりめちゃめちゃ良くないですか。ねえ、快適すぎる。あ、初号機で見えないんですけど、2000円で当たりました。レッツパチトモ。なんだっけ、ストレスなく回せるのはいいことだ。すごく連チャーしないストレスがめちゃくちゃあるけど。レッツパチトモ。私あと30玉しかないんだけど。30玉当てないとですね。30玉で搾乳とともに不運を落としてきました。あー、追加投資か。追加投資、ついに2000円しか使ってなかったのよ。あ、2回当ててからのは嫌ですよね。初当たり合わせて4回。はい、うち3回が ST という。なのに2連と3連しかしないっていう。なんでね、後半はまあ当たりの数よりもちょっと ST を。連チャンの数だね。そうですね、回収しに行かないと。2人で30連を目指して。そうね、この番組パチ友じゃないですか、うん、こう仲良くお友達を目指し打とうみたいな感じだと思うんですけど、うん、なんか今でこそこう女性のライターさんとか女性の演者さん多いじゃないですか、うん、みんなまあなんか仲良くしたりとか和気あいあいとやってると思うんですけど、うん、水瀬さんの時代って結構殺伐としてましたか、そのデビュー。女性があんまりいないから、あんまりいないからみんなライバルみたいな、そういうわけでもないんですか。内心はそうなのかもしれないけど、はい、別にそんな表面で殺伐とはしてなかったよ。してないんですね。なんかその今ツイッターが普及してるから、うん、仲良しアピールの場もあるじゃないですか。実際は違うみたいな。そうそうそう。あ、でも全然嫌いな人とかいたよ。まあ人数が少なければそれだけ。 あ、 そう、ね、あれですよね、うん、もう多い人、例えば誰。あの時だって言うとですよ、はい、嫌いだったね。あ、そうなんですね。意外ですわ。でも完全ピーの、あれ痛いの。あ、痛さ全開だし、痛い人無理で。あ、こっちまで痛いのかぶりそうで。そう、若い時は痛い人苦手だったな。あ、もちろんピーかカットかどっちかでお願いします。まだ多分いると思うんで業界には。逆に今は好きだよ。なんかもう何週も回ってとか、もう年だし。まああの頃は例えばページ取り合いとかさ、誰の漫画が始まるとかさ、はい、なんで私のはないのとか、なんかそんな感じで多分思ってたと思うし、そう思うとなんか今なんてみんなこうぬるぬるやってるなって感じますか。割と平均的に仕事が来てるからね、みんな。でもすごい思うのは、うん、NG を出して得することはあんまりないですよね。で、出してる人いるじゃん。そ、あの、私たちが共通して思ってるあの人がすごいよね。あ、うーん。あれやっちゃうとね、自分が損するだけだと思うんだよね。そう、でも思うんですよね。急にロゴが落下してきた。赤ではないけど、夕背景。私の大好きな夕方背景が来ました。やたら出るね。私ゼロだよ。これめっちゃ出ます。あー、 70% 起動確率 70% っていうのが出ました。そう、ただ70よりちょっと少なかった気がする。当たるよ当たるよ、ついに 70% 取りたいですけど、ね、短期発送でもなくムーブにも入らずそのまま行きましたが、ここもチャンスアップない。いやー、あ、からのだ。こっからの、よし、いけいけ。カジさん、あ、カジさんじゃない、あ、違うか。これが種類が違う、そもそも不慣れなもので。でもなんかチャンスアップが、あー、全開じゃないけど、そっか、まだいいのか。当たった。え、早っ。それで当たった。一発目の方で2で偶数。偶数です。あ、だからか、先に当たったのか。いやー、ギリ残り25玉なんで、危ない。ギリここで引き戻せれば、はい、ここで引き戻したい。上がるかもよ。上がりたい。特に何もないですが、どこで行け。やったやったやった。イエーイ、よかった。後半で1回は当たった。そうですね。本当ですよ。とりあえずさあ、2回目のチャンスタイム。チャンスタイムです。結局昇格しなかった。しませんでした。あ、2割を戻したい。いけるかしら。ここ抜けちゃったら今度こそ350玉で引き戻せる気はしないですけど。確かに。あ、走ってる走ってる。レーバーが曲がってきて、で、チンジ君まで行けば。あ、いたいたいた。これでまだそろうかもしれない。連覇るかもしれない。だだだだだだだ、お願いお願いお願い。おー、来た来た。
来た引き戻したの引き戻したおやった10ラウンドもう一回取れたやったレインボーあ、8レバーやった今度はね、連チャンしないと本当ですよちょっとなんかここ連チャンしないと 80% がどう81%だからなって話だよいやー、やっぱ当たり出すと急に楽しいよかったやりましたこれで初当たり2回引いたことになる後半そうですバランス型で今回も行きます私も早くエステ入らないもう700が近くなってきたよあ、変化したどういう変化青だけどでもまあ変化の時点であ、来た来た赤もうレンボー来て赤だあ、大丈夫よかったシャムシェード来ましたよシャムシェード来ました3分の1の順調な感情壊れるほど愛しても3分の1も伝わらないんですよそれは気持ち悪いねなんか壊れるほど愛するとか伝わんない人に対してやることじゃないのよし ST する回避よしでも壊れるほど愛しても3分の1も伝わらない、うん、純情な感情は空回り I love you さえ言えないずにいるんですよでも I love you さえ言えてないのに何伝わってるわけないじゃんそうなんですよだから言ってないのが悪いめちゃくちゃ矛盾した歌詞だそうなんですあでもそっか全部を通して聞いたらなんか意味はあるのかもしれないですねなんかそう I love you って素直に言えなくなっちゃった理由があるのかもしれないですよねなんかあのコーションの文字がないのこれ保留熱くないんだよ熱くないんですね普通にスルスル普通にスルしましたそうだよこれが普通、私もなんか3連の壁が怪しくはなってきましたが残り50回です大丈夫最後の5回に祈りを込める頼みますよプラス息見てないんですよ何このなんかダミー保留みたいなそれもねそうなのよね過ぎ去ってった5回奇跡いけるまだいけるそうラストダメかーい2連2連3連ですあ3連か3450ポイントほら天井が3連なのストッパーが3連だこれ3連で終わるようになってます4回確変引いて3332でしょ悲しいこれはストッパー付きだな3連の壁越えたいな越えないんだよ最近のエヴァは保留内なんてちょっと夢のまた夢なんですけどでしょ、はい、今の3連って何あの引き戻し込みの3連あ引き戻し込みの3連です、まあ、10ラウンドは2回ってことかそうか、うん、うわってことは2回目の普通に ST 入ってから2連だったってことでしょ、はい、あイコール2連ですそうじゃん80% 2連2連ってことじゃん1回だけってことそう思うと俺は大のせいだ私たちのせいじゃないぞ水瀬さん大抵初対面の同じ業界の女の子とか、まあ、若手の男の子とか水瀬さんと初対面の時って震えてるじゃないですか震えてないちょっと勘違いされる震えてないっていうか、なんかその失礼があってはいけないっていう思いが強すぎてみんなビクビクしながら声をかけてくれるじゃないですかみんなではないけどそういう人は多いからでもそれが得っていうか喋ったら優しいじゃないですかそっちの方が変に神対応キャラがついちゃってる人の方が調子悪い時になんか期待が大きすぎてそうだからアイドルキャラじゃなくてよかったなって思う多分そう怖いと思われてるから勝手に、まあ、でも私も初めて会った時タマちゃんと一緒に来たじゃん、うん、そうですね焼き鳥屋さんにタマちゃんと一緒にいてお酒結構飲んだんですけど全然酔わなかったです羨ましいです私基本的に同い年とかでも年下に思われることが多いんでめっちゃ年下の子とかでもタメ語とか上から目線で多いんでそういうキャラに一回なってみたいですいや絶対無理じゃないですか水瀬さん上から目線で喋ってみてって言われたんですけど喋ってみて男の子だったら水瀬さんお昼何食べたのえお昼何食べたの目合わせられないんですけどうわ保留、うん、なんかちょっと2人ともおとなしくなってしまいましたねえ私なんかもうすぐ800だよ800はでもねこの
ボーダープラス4ぐらいじゃ今、うん、の状況とエヴァの無駄な演出が少ないおかげでこんなにハマってる感は全くサクサクいってる感じ、うん、全然回せてるからと次の変動にいいって。私今カスタムしちゃったんだよな、こんなの熱くないよ。今シンプルに変えてる最中だからなんだけど、レバブルとレバブルとインパクトフラッシュやっちゃったの。あ、だから当たんないってことじゃん1だし。あ、第16だ。16の期待度って確か 60% 以上あったと思うんだけどな、間違ったごめんなさい。だって何も起きてないもん、そのカスタムしてるやつが。ドルーンってくるじゃないですか、ドルーンってやってピピピピピってなるから、ピピピピピピピー、あ、赤く光れよ、目赤く光れ、今目光ってなかったぞ、当てたい、あ、光ってない、もう次赤く光っててくれ頼む。あ、白か。でもこの間このパターンで当たったぞ。まあカスタムは必ず出るわけじゃないか、レーバーに関しては。あ、4回目出た。ユニコーンはね、カスタムブルってないと、え、怖い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 、いや4回出たっけ、あのこの顔の演出って。いつも3回じゃなかった。わーす、やっと800超えて当たりました。溜まってもちゃんと SD 取るところが取れました、よかったよかった、溜まったね。もう3以上、3連以上は必須でお願いします。本当は10連するんだよってことを教えてあげましょう、皆さん教えてください。水瀬さんが右打ちのうちに右打ちをそうだよかぶせに行きたい、2人でがっつり、はい、お、警戒レッド来た、嘘、警戒レッド32%です。30、そうそうそう、あ、しかも3時から当てたいね、当てたい、おいしょ、いいよ。あれ、これ無号機、え、これ無号機じゃない、え、これ無号、全無号機じゃない、あ、それ当たるやつじゃないの、全回転の当たってるやつじゃん、当たってますよね、いや、引いた、右打ちいけます、私終わりそうです、うん、止まんないなこれ、ちょっと勘弁してくれる、こんだけハマってスルーはなしだよ、マジで一生落ちたくないわこれで、ね、スルーしたらってなりますよね、そこスルーは、いやもうだってずっとだよここに2ヶ月ぐらい、私もだんだん不安になってきましたもん、この ST がメーカーに電話しようマジで3連以上しないんですけどって、何なんですかって、うわ無理だ、もう一回サインスキル引けないって3連の壁を、いや絶対おかしいって、スルーした、いやでも残りで残りでどうにか135でうわクソすぎる、クソ中のクソ、いやハマりからのスルーは、いやー確変3回引いてこんな負ける人なかなかいないよね、いや本当ですよ、全部2000円で当たってんのに、あ変化、あーショット8、あ70、赤以上当たった、よいしょ、よかった、これでもうこれでまだプラス1ではないですけど近づいてはいます、私は絶対に負けるいや、なんだろうなこれ、そんな出てる人います、3万発、2万2千発あそこだ、ここの3人だけじゃないですか、それ以外そんな、あ、向こうにいるか、あ、向こうに、向こう何万発だらけだ、見て24000、24000、16000、18000、どうなってんの、絶対じゃないとこれこそ私は二度と使われない、カドッコも2万発出てますね、絶妙にマイナス、あと1回取れれば来週お払い行こうかな、お払いお払い、おっとった頼むよ、あでも4回煽ってるからいるはいるのかな、いないの、いないの、これでカブちゃんも終わったらもう今すぐフィールズに電話しようこれ家の近所だったらこのまま打ち続けんだけどな、回りますしね、うん、はい終わった、え絶対おかしいって、だからおかしいんだって、私たちじゃないよ絶対、うん、タイトルの予告のやつが出ました、
VFX みたいなやつ、ガロガロの。ここまで行けばって感じですよね、うん、そうね。なんか結構粘るんですけど、この台決める。おお、びっくりした、当たるじゃん。何メートル、ストーリーリッチ、あっつ、あ、それ行ったことない。あ、ね、うん、当たる当たる。あ、最初から目が光ってる。プラスになりたい気持ちが強くて粘りました。多分当たるよ2回目。次赤だったら当たるよ。あ、まあ、でも3回連続かな、あの白か。パターンがあるんだと思う、なんかどれが最初が光ってなくてとか。いけますかね、でもストーリーですもんね。当たる当たる。あ、4回やっぱ出るんだ。4回とも光ってるんだもん。いきます、ドン、やった、当たった、ねえ、滑り込んだ。光ってんだね。え、何が揃ったの。4です。いやでも最後にちょっとここで ST 入ってちょっと伸ばせればいいんですけどね。いいよ、時間気にしないで、ちょっと頑張ってきます。出てるのに対して何とも思わない。あ、来た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 、 ST だ。よし、行こうかな。よし、行きます。じゃあ打とう。もうちょっと改めていきます。じゃあもうちょっと打つね。ありがとうございます。やった。私も当たるかもしれないし。持ち玉で3800玉です。私は当たればいい。この感じだとそうですよね。なんかいつ当たってもみたいな。235回転です。めっちゃ当たってるよね。めっちゃ当たり当たりじゃないです。こんだけ当たって、うん、こんだけ ST 引いてんのに1万発なんて1回も見てないですからね。合わせても出てないから。はい。押せ、いける、よし、動かないよい。なんか早めの感じがいいですよね。ルルル。でも押せ経由のヒューズ柄のだからどうですかね。よし、出ば、うん、やったー、よかった。これでプラス、まだなんです、あともう1回なんです。あれ、なんか燃えてる方のやつかな。いた、あー、量産機、あ、取れたかな。これはタイトルも赤いし、ストップ、出ば、よし、よかった、プラスだ、プラス行きに、やっとプラス、やっと初めてのプラス行きに。これがなんかグラグラしてる。あ、シンジ君まで、レイハー系出た、レイハー系出た、怖い、めっちゃごめんね、ごめんね、叫び声。いやでも喜びの叫び声です。あ、レイハすごい、私たちあの2人であーしか言ってないですから。じゃあちょっと持って帰れる球が。いやもうよかったです。1500発は持って帰れる。いやそうですよ。いやしかも最後にして初めて2人で右打ちです。これ多分間に合いますよね、2人で。いやーさすがにこれで確変4回目か。私3連3連スルーだから3連3連スルー。今度こそ伸びるはずですね。伸びなかったらおかしいよ。8時間2人で万発持って帰りましょう。うん、そうね。よいしょ、あ、変化からの変化のレインボーが待ってます。緑からのレインボー、保留内、ここで当たれば保留内です。緑レインボー、いいな、保留内な、いいな。1万発いきます。あ、いか、待って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 、ごめんなさい、恥ずかしい。保留内じゃないです、保留内じゃなかったです。普通に外れました、7つから来たと思ったら。まあでも、まあ、1万発はまだですけども、ひとまず当たりました。早くレバーを使います。です、やった、インパクトフラッシュ1回も出てないな。こんなに4回も確変してるの2人とも出てないですよね。もう私怖いんだけど、普通にもう危ないんだけど。ST、 いやでもまだ半分ですよね。半分は余裕で超えてる。なんせトラウマが深すぎますもんね今日。どうしたらいいの、もう。いやもう ST 怖くなりますねそれで。でも私結局ユニコーンもすぐ落ちるから、はい、何を打ってももうダメなんだよね。え、本当になんか呪われてんのかな。もうこれお祓い行き出すやつですよね。やば、怖っ、終わった。さすがに壊してもいいですか。なりますね、これはしょうがないです。それはなんかもう致し方ないと思います。あの今日だけなら許すけど、まだこれが毎回ですよ。いや絶対なんかついてるよね。ちょっと怖いですね、さすがにその 80% 継続って思うと。いやでも
もしこれで終わったとしても私たちが両方ともひどいね。私はひどいけどカブちゃんもうなかなかやばいじゃん。5万発コースですから完全にこれもう綺麗にこう時間とともに終わる感じで、ね、あー金シャッターならずでした。いやでもまあこれめっちゃやめようとしてたとこにプラス1は勝ったからよかったね、はい、カブちゃんよかったです。とっとと帰るぞエンディング撮りましょう。ミゼロ行きましょう。でもまあエヴァはまだこの時間でも問題ですねずっと、ね、私がやめたらすぐに取られた。私もです。あリゼロ4万6000発うわ4万6000発3万9500、4万発弱です。あでもこっちも2万発近く出てますね。飽きないないですねやっぱこっちも。あ本当だ取られてるんだ。もう抑えてある2万5800ミゼロは2万1400。2万発オーバーリゼロ満台ですねやっぱりねえ。だって状況いいもんな、ね、いい感じに。いいな。スロットコーナーどうですかね。なんかみんななんかともえさんって私の中では昔ね10年ぐらい前とかよく来店行ってた時はなはな強かったイメージあるけど、ね、やっぱ変わらずなんだね。だって皆さんねお箱あの人とか3箱ぐらいでこっち側のはなはななんかいいです。こんなにお花光ります。ピカピカ中ですよ。そうだね。角の花も出てますね。箱持ってる率一番高いね。ハラハラが確かに箱割合が半端ないです、ね、番長も番長でも、まあ、縁島だからさすがに入ってんじゃない。なんかみんな箱メイン機種ではあるだろうからめっちゃ番長出てんじゃん。いや番長超出てます。別住みとかいる。え番長すごいよ。いいな6強いんですね。なんかパチンコだけとかスロットだけの店あるけど両方出てるからね。そうですね。しかもずっと高稼働でどちらとも粘れる台がたくさんある、ね、いいな。通いたいけど遠すぎて来れないわレッツパチトモ実践終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。なんだろうそのあのお疲れ様っていう拍手がすごいなんかもらいましたね本当に、はい私たち2人で初当たり計9回引いてるんですよね、うん、めちゃくちゃ引いてんだよ。うち8回が ST で結果の方が、まあ、私あの初当たり5回引いてそのうち引き戻しとかもあったし、うん、時短とかの結果投資が2万4000円の、うん、回収が9813玉です、うんまあ、プラスでは終わったんですけど、うん、これ体感も私は5万発出てました、まあ、6万発いってましたね、はい、私はもう2万2000円入れて最後の前回転の部の1443玉で終了です、はいはい、スルーした。いや私だから最後の方とかも後半とか水瀬さんがシティに行くのが嬉しい半分ちょっと怖いがありましたもん。なんかそのやっぱ一回不安になっちゃうじゃないですか。2人でもう2連とか3連とかしかできてなかったかな、うん、だからもうお互い自分が引いてもだし水瀬さんが引いても、うん、どうせまたスルーすんだろうなみたいな感じになっちゃってるの、ね、プルプルなりましたね、うん、してたんだけどね、まあうん2人って全回転出せたじゃないですか無号機の。全回転はスルーするってこと。あ2連だったのか。2連だ、はい、だから2連化するしかしないってことだ全回転期待がやっぱちょっと大きすぎると人ってやっぱプレッシャーじゃないですか。台とかもそうなんじゃないですか、うん、なんかちょっと期待って思うようにしとこう。そうですね他の人出てたよ私たち以外は出てた本当ですよね。もうリゼロとかもすごい4万5000発とか出てたしね、2、3万発なんてもう30代のうちのエヴァの中でも結構ありましたもんね。もうお店の状況が良かっただけに申し訳ない切ない感じになってるんですけどあのまた最後にレッツともは やっていただく感じになっちゃうんですけども楽しかったって楽しかったね、はい、やっぱ通常時が辛くないんでそう仲いいから普通の友達と一緒に打ってる感じですよね、はい展開も似てたんそうね変な気遣いもない関係だからそうですね、はい、まあ、だから多分今日の展開をなんか若い女の子とかが横で見せたら、はい、大丈夫ですか皆さんみたいなことになって怒ってないですかね怒って今日クソ少なかったですよ本当ですか。いつも50回ぐらいやってるって言われるんですけど最後の方台壊していいですかねって言ってましたあとメーカーに電話するもん言ってました嘘でしょ嘘でしょっていう電話
81杯嘘だよねってデータありますからねって言ってそうですよ、私どんだけスルーしてると思ってるんですかでも楽しく打てたんで、パチシートも、はい、楽しかったです。結構もう成功ということで、うん、はい、はい、まあ、今回初回なんですけども、ね、次回がマリモさんとモロゲンさん、はい、もうここもね、なんかこう楽しんで楽しんでっていう感じ、仲良さそうだから和気あいあい系でやっていきたいと思いますので、皆さんぜひ見てください。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。行きましょう、せーの、レッツパチトモ。